吉田さん、おはようございます。今ね、ちょうどね、肉を焼いて食べるとこだったんですよ。で、そこに吉田さんの動画を送られてきたんで、うん、まあたまにはね、そうやって飯を食いながら、うん、うまい。私のね、好きなのはね、とんかつ用のステーキ肉を焼肉にして食べるという、ね、トンテキというやつですね。うん、うん、おいしい。うん、で、環境のせいにする人ってその環境変えないですよね。だからサラリーマンが忙しくてできないって言うんだったらサラリーマン辞めればいいのに、そしたらうまくいくんでしょっていう論法なんですけども、いやでもサラリーマン辞めたみたいなね、サラリーマン辞めたくて来たんでしょと。で、辞めるのは別に簡単ですよ。辞めればいいんで。それはあなたが会社に対してどうするかによって決まるわけで、私があなたに何をするかによって決まるわけではないってことなんですけどもね。うん。で、あと、トラウマって言葉もね、いろいろありますけども、過去にこんな経験があるから、今の自分はこうなんですっていうことを100遍言っても何も変わらないんで、時間の使い方も、将来こうなりたいから今をこうしてるんですって変えていかないといけないですよね。で、私は49歳になりましたけども、あの10年後いつも思うんですけども、すげえ59歳になりたいんですよ、うん、ムキムキマンのね、金持ち持ちのね、子供と一緒に遊んでいたりとかね、近所の人に慕われてみたいな、まあどんなイメージがあるのか分かりませんけど、とりあえず今よりももっともっと自由度が高くてね、はつらつとしていて、うん、もっと家族が大事にできてとか、うん、なんかいろいろこう数えればキリがないんですけども、そんな59歳になるためにこれからの10年間今日から過ごすって決めて、昨日も生きてきたし今日も生きてきたし明日もそうなるんですよ。今日の10年後ですから、明日は明日の10年後ですからね、今日とは違った考え方です。そういう風にしたらなんかね、過去を振り返る暇がないんですよね。だからトラウマが存在しないんですよ。でも過去のことをいちいち持ち出す人ってなんか進まないような気がしますね。だって過去に戻ってるわけですから。だって今日が一番最高なわけじゃないですか。今日以下の日を見ても何もいいことがないですから。たまにね、昔こんなんだったけど今はこうなりましたみたいな思い出話をすることがあっても仕方がないんですけども、でも何かをしようとするときにいちいちね、過去を取り出してきてだからできないんですみたいな泣き言言っても、まあ始まらないんで、じゃあそのままで言ってくださいとかね、今のまんまでその中での幸せを見つけていきましょうみたいな、ちょっと消極的な話になっちゃうんですよね。でもできれば眉間の我っていうんですけども、今までに経験したことがないような自分の人生を見続けてほしいし、掴んでほしいしなと思うわけですよ。それこそ巻き惜しみのようにね、別に金持ちになりたいわけじゃないよっていうこともありますけども、いや別にね、金持ちになれてるわけじゃないと。でもたかだか、あえて言いますけども、たかだか月収で100万も達成しないような人生で本当にいいのかと。それは金持ちじゃないよと、月収100万は。100万で言い過ぎだったら月収50万でもいい。月収50万は金持ちじゃないよと。それに対して月収50万を進めていく人に対して金持ちになりたいわけじゃないよっていうのは何なんだろうと思っちゃいますよね。それは私から言わせれば当然あなたが受け取るべき報酬だと思うんですよ。もしかしたら私の方があなたのことを高く見積もってるかもしれませんよ。正当にね、しかも。だって人間一人生きてきてね、誰かの言いなりでやりたくもない仕事をやってるわけでしょ。それは50万100万もらわないと合わないじゃないですか。それをくれないところから早く離れないとと思うわけなんですよ。私もね、人を使うときにはその人の人生を預かってる、その人の人生の貴重な時間を預かってると思うんで、なるべく安い給料払おうと思うわけではなくて、高い給料払ってる喜びを感じてましたよね。そうで、まあそんな気前のいいことやってるから潰れるんでしょうけどね。で、従業員は給料を全取りしてるのに、私はね、マイナス月収100万みたいになるみたいなね。まあ、お人よしですわ。じゃあ、食事を続きます。いってらっしゃい。